初めてのトリミング、コロちゃんおいでシャンプー。今回はコロちゃんの初めてのトリミングに密着していきたいと思います。いつもは我が家でシャンプーをしているので、トリミングサロンに来るのは今回が初めてです。早速シャンプーからスタートしていきます。家族以外がシャンプーをするっていうのが初めてなので、とっても新鮮ですね。これがプロの肛門腺絞りですね。肛門腺を分かりやすく言うと、イタチやスカンクが身を守るためにお尻からとても臭い分泌物を出すという話を聞いたことがある方はいませんか？肛門腺の中では強烈な匂いのする分泌液が生産され溜まっていきます。肛門腺はイタチやスカンクだけにあるわけではなく、犬や猫にもあるんですね。犬や猫はスカンクのように身を守るために分泌物を発射するようなことはありませんが、通常は排便の時に一緒に出されることが多いです。私じゃうまく絞れないので、こういうのはプロにやってもらうのが一番ですね。ふわふわの泡で洗ってもらって、コロちゃんがとても気持ちよさそうです。我が家でするシャンプーよりも顔がうっとりしてますね。頭に泡を乗せてもらったんですけど、このコロちゃんがとても可愛いですね。それではひたすら現れるコロちゃんの映像を流しつつ質問に答えていきたいと思います。コロちゃんの名前の由来は何ですか？この質問が結構多かったので深掘りして話していくんですけど、コロちゃんはもともと捨て犬だったんですが、初めてうちに来た日はまだ私の祖母が元気だったんですね。私も当時小学校6年生だったので、コロちゃんのことをおばあちゃんに見せに行って、その頃のコロちゃんってすごい小さかったんですけど、いきなりコロコロ転がれ始めちゃって、それを見た私のおばあちゃんが、この犬コロコロしてんなって言って、そのままおばあちゃんがコロって呼び始めたので、名前はコロになりました。なのであの時転がっていなかったらコロじゃなかったですね。実は私が考えた名前の候補がもう一つあって、私が小学校6年生の時にキョンキョンが好きだったので、もう少しでキョンになるところでしたね。今思えばコロにして正解でしたね。犬につける名前はできるだけシンプルなもので、かつ長さが短いものがいいらしくて、5文字以上の名前をつけてしまうと、犬はその単語が自分の名前であると認識するまでに多くの時間がかかってしまうんですって。家族と同じ名前や似た名前をつけるとデメリットがあるらしくて、犬も聞き間違いを起こしてしまって、自分が呼ばれたと思ったけど違ったとなると当然困惑してしまいます。そうなると自分の名前かどうかわからなくなり、ストレスになってしまうんですね。ちなみに2022年の犬の名前ランキング第1位は麦みたいです。皆さんのペットの名前の由来はありますか？コメントで教えてください。海外に行ったことはありますか？私はまだ日本を出たことがなくて、他の国には行ったことがないです。ちょっと前にグアムからお仕事が来て受けようか迷ったんですけど、コロちゃんの散歩があるので断りました。どうしても私は家を空けるとなると、コロちゃんのお世話を母花さんに任せっきりになってしまうので、長期の旅行となるとどうしても行きづらいですね。愛犬と一緒に暮らしている方は毎日を楽しく過ごしていると思いますが、犬を飼っているとどうしても家を数日間空けることができない場合が出てきます。小さい犬なら一緒に連れて行ける場合もありますが、中型犬以上の大きさになるとなかなか難しいですよね。これから犬を飼おうとしている人に注意していただきたいんですけど、ある程度行動に制約が出てきます。ワンちゃんによって性格って本当に違くて、お利口に留守番できる犬もいれば、寂しくていたずらをしたり粗相をしてしまう可能性もあるし、私はペットホテルを利用したことがないんですけど、犬の性格によってはペットホテルでストレスがたまり体調を崩してしまう犬もいるみたいです。犬を飼うとできなくなることは意外にたくさんありますね。犬は人間を癒すために飼うのではなく、しっかりと育ててあげなければいけません。なので私はコロちゃんのことを見送ってからいろんなところに行きたいと思っています。コロちゃんは今キッチンペーパーで体の水分を拭き取ってもらっています。やっぱりドライヤーとかを使うとコロちゃんの体にも負担がかかるみたいで、キッチンペーパーで先に体の水分を拭き取るという発想は私にはなかったですね。トリマーさんと我が家ではやっぱり違いが出てくるんで参考になりますね。ペットドライヤーが我が家にあるものと同じでびっくりしました。色もまさかのピンクで、我が家にあるものと全く同じでした。私がコロちゃんを乾かすときはコロちゃんのことを台に乗せていないので、どうしても人間側に腰への負担がかかってしまって、こうやって台の上に乗せて乾かすと腰への負担も少なくなりますね。
コロちゃん年取ったなって思うことありますか？まずは何といっても顔が白くなってきたことですね。犬も人と同じように老化が原因で白髪になります。私もこの間美容室で白髪が見つかりました。一般的にはシニア犬とされる7歳以降、犬は口周りから白髪が生えるようになります。睡眠時間が増えた犬は年齢を重ねるにつれ睡眠時間が長くなる傾向があります。コロちゃんもお散歩以外は寝ていることが多いです。その分散歩は楽しんでいて、散歩に行ってもすぐ家に帰りたがる仕草を見せるのも老化のサインの一つらしいんですが、コロちゃんは全然そのサインを見せてきません。もしコロちゃんが散歩に行くのが嫌になったら、それはコロちゃんの限界サインかもしれませんね。しかしコロちゃんはトリマーさんにも本当に11歳ですかと驚かれるぐらい若々しいです。もともと捨て犬だったので証拠みたいなのはないんですけど、我が家に来たばかりのコロちゃんを病院に連れて行ったら生後 1,2 週間と言われて、その時は2011年だったので単純計算11歳ですね。11歳でここまで若々しいと犬かどうかも怪しいですね。コロちゃんは雑種犬なんですが、雑種犬は2種類以上の犬種の血統が混ざった犬のことを言います。日本の家庭に馴染みやすく飼育されている数が一番多いと言われています。雑種犬の平均寿命は10から14年と言われていて、純血種より特に寿命が長いというわけではないのですが、体が丈夫で病気にかかりにくいので結果的に長寿になる傾向があります。なのでコロちゃんは若々しいのかもしれないですね。最近ではポメラニアンとチワワを掛け合わせたポメチワや、トイプードルとダックスフンドを掛け合わせたダップーなど、犬種の異なる犬同士を掛け合わせたミックス犬が増えています。ミックス犬と雑種の成り立ちは一見すると同じように思えますが、細かく見ていくと違いがあります。ネタバレになってしまうのですが、この間犬種鑑定キットをやったんですけど、コロちゃんには全部で8種類の犬の血が混ざっていました。詳しくは後日動画にします。実はコロちゃんって普段爪切りをしなくて、あんまり削れてますか、ね、あんまり伸びてないです。このダッシュは自分で爪切りだったのかな。コロちゃんは爪の手入れは自分でしています。なんかね、ダッシュしてるからほとんど伸びてない。ああ、よかったです。室内で暮らす犬にとってはお散歩に行くだけではなかなか十分に爪を削ることができませんが、コロちゃんは穴を掘ったりして自分で整えています。怖くてできないという飼い主さんも多いですよね。私もそのうちの一人です。コロちゃんにとってはネイルサロンに来たような感覚なのでしょうか。バリカンで足先やお尻周りの毛を整えてもらいます。初めての体験でコロちゃんも緊張気味ですね。できないですね。がっかりですよね。コロちゃんは体にイボができたりというのは今のところないですね。私はコロちゃん以外の犬を飼ったことがなくて、普通の11歳の子はもっと体が弱っているんですかね。そして初めてのカットをしてもらいたいと思います。お尻の毛がちょっと伸びているので綺麗に整えてもらいます。ハサミで切られるのは初めてなので、コロちゃんがとても不思議そうですね。初めての美容室に行った時の私みたいに緊張しています。一回だけ原宿の美容室に行ったことがあるんですけど、私は結構トラウマになっちゃって、ちょっとチャラチャラしたお兄さんが担当してくれたんですけど、カットプラスパーマで1万円ちょっとだったのが、最終的にいろいろ買わされてお会計が2万円超えちゃって、田舎者はああいうところに行かない方がいいですね。結局買わされたワックスとか一回も使わないでメルカリに出しちゃいました。左がビフォーで右がアフターなんですが、アフターが可愛いですね。コロちゃんはカットが必要な犬種ではないので、今日はお尻周りだけをカットしてもらいました。コロちゃんのような犬種はカットよりもブラッシングの方が大切ですからね。普段はおとなしくお利口な子でもサロンに行くと暴れてどうしようもないという子もいるらしいですからね。コロちゃんは全然暴れることがなくお利口さんでした。お腹周りには犬用の化粧水みたいなものを塗ってもらいました。最後にフォトスポットで記念撮影をしたいと思います。とっても可愛く仕上げてもらってコロちゃんも大満足です。肉球にクリームも塗ってもらいました。トリマーさんがリスナーさんなんですけど、コロちゃんのことをシャンプーできて喜んでくれていました。ヒュッケビレッジはちょうどクリスマスシーズンで、フォトスポットもクリスマス仕様になっていました。
コロちゃんは全然写真を撮らせてくれませんでした。初めてのトリミングでコロちゃんも貴重な体験ができましたね。トリミング後のコロちゃんを触ると毛がすごいサラサラになっていてびっくりしました。我が家でするシャンプーも負けていられないですね。なので施設の人においでシャンプーを一緒に踊ってもらいました。はい、ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。コロちゃんの初めてのトリミングいかがでしたでしょうか。トリマーさんにシャンプーしてもらってコロちゃんもいい思い出になったと思います。また連れてきてあげたいですね。お父さんはヘアスタイル変えないんですか。お父さん、お父さんもそろそろヘアスタイルを変えてパーマでもかけ